うまっ。ねえねえ、しお先生。ん？何美味しそうに食べてるんですか？うん。納豆に塩かけて食べてるんだよ。え？納豆に塩ですか？うん。タレついてるでしょ？まあさ、タレとか醤油で食べてももちろんいいんだけど、私納豆すごい好きなんだから、よくこうやって塩で食べるんだよね。で、納豆の付属のタレって甘いし、かなり味が濃いじゃない？そうするとどの納豆を食べても似たようなタレがついてるから飽きてきちゃうんだよね。タレじゃなくて塩で食べると何が違うんですか？変わる変わる、結構変わるの。4つあるんだけど、1つ目はまず納豆本来の味がしっかり味わえるっていうこと。タレをかけると結局タレの香りとか味が強いから、納豆の味が完全にマスキングされちゃうんだよね。なんかタレ食べてるみたいな感じで、お塩で食べると納豆の発酵熟成によって醸し出された風味が引き立ったり、甘みが引き立ったり、旨みが引き立ったり、納豆が持ってる本来の特徴っていうのがぐーっと前面に出てくるから、納豆好きにはたまらないってわけで、2つ目が混ぜるお塩によってそのスポットライトが当たる場所が変わるから、1つの納豆をいろんな味で楽しめるっていうのもポイントかな。で、3つ目が食感が変わるっていうこと。お塩が納豆の表面の植物性タンパク質を溶かすから粘りが出るのが早くて、すごいね、力強いの。だから納豆の粒の食感がすごいよくわかるのよ。で、実は天ぷらにするときとかはこの状態がめちゃめちゃ便利で、ばらつかないから、天ぷら、納豆の天ぷら作るときなんかはぜひお塩でこうちょっとね混ぜた後にやってみてね。で、もう一個4つ目が、さらにさらに混ぜていくと、もっと表面のタンパク質が溶解するから、今度はすっごいクリーミーになるの。あの粘つきのところが。で、このクリーミーさがね、舌の上に乗っかった時にほどけていくわけ。これがすっごい美味しいのよ。で、うどんとかパスタに混ぜてこう食べる時なんかは、このクリーミーさがあった方が全体にまんべんなく納豆が混ざるので、まあ、麺類に混ぜて使う時なんかはこのずっと頑張ってね200回ぐらいかき混ぜるといいんだけど、まあ、なんかあの魯山人なんかはね400回以上って言ってたらしいんだけど、まあ、いろいろ実験した結果200回ぐらいで結構クリーミーになってくるので、クリーミーにしてから食べるのもおすすめかな。ということで、納豆好きは塩で食べたら絶対美味しいと思う。で、お塩にこだわるとさらに美味しくなるから、いろいろ試してみたの。今日はそのお塩をいくつか紹介するね。じゃあ早速、納豆に合うお塩の特徴を3つ説明していきます。1つ目がカルシウムとか硫黄が多くて、いわゆるすごくしょっぱさがまろやかなお塩。これが納豆の甘みとめちゃめちゃ合うんですよ。で、2つ目が納豆の粒によくなじむように、あんまり粒が大きくないちょっと細かめのタイプのお塩、これで食べると納豆の食感を引き立ててくれて邪魔をしないんですよね。で、よくサラサラしたお塩とベタベタしたお塩とどっちがいいんですかって聞かれるんですけど、これはにがりを含んでるかどうかの問題なので、まあ、ベタベタでもサラサラでもどっちのお塩でも OK です。逆に、あ、これはちょっと合わないなと思ったお塩は、まず食塩相当量が多くてこうしょっぱみがツーンってくるタイプのやつ、ああいうのはちょっとこう納豆の味を殺しがちなのであんまり合わないかな。2つ目は香りがすごく特徴的で強いシーズニング。まだこう柚子味とか梅味とかちょっと和風系のやつならいいんだけど、こう黒トリュフとかこうちょっとハーブ系の緑の香りの強いハーブがすんごい入ってるようなやつは、納豆の香りと喧嘩をしちゃって、複雑っていう感じになるのであんまりおすすめしないかも。で、3個目は結晶が大きくってすっごいザクザクしたタイプのお塩は、納豆がなくなってんのに口の中にまだそのお塩がね残ってたりして、なんかお塩食べてるみたいってなっちゃうので、あんまり粒が大きいガリガリタイプのお塩っていうのもおすすめしないかな。でね、納豆をまあパックで買ってくるとタレと一緒にからしもついてることが多いじゃない。で、からしね、そう入れるか入れないか問題なんだけど、いいの別に入れてもいいんだけど、からしの風味ってかなり強くて刺激も強いから、個人的には塩で納豆を食べるときはからしは入れない方がおすすめかな。その方が味の違いがよくわかると思う。
て、もしどうしても何か出したいぞっていう時はオリーブオイルとかごま油をちょっと本当に1滴2滴3滴ぐらいかな、入れてもそのぐらい垂らしてあげると納豆の味を邪魔せずにオイルの風味が加わって美味しいので、もし何か足す時はぜひオイル試してみてください。じゃあ具体的にどんなお塩を選んだらいいか、さっきのポイントの解説をしたところを踏まえて私の方で10個選んでみました。1つ目がカンホアの塩、石窯焼き塩。2つ目が星の砂塩。3つ目が石垣の塩焼き塩。4つ目がカムイミンタルの塩。5つ目が釜形の塩。そして6つ目が関門の塩。7つ目が喜界島ことぶきの塩。8つ目が黒い塩。9つ目がマドゥーラの塩。そして最後10個目がマグマ塩。この10個のお塩どれを合わせてもめちゃめちゃ美味しいんだけど、今日はその中から特にこれは個人的にお気に入りっていう3つについて詳しく解説していこうと思います。まず1つ目がベトナムのカンホアの塩、石窯焼き塩。この塩はベトナムのカンホア村っていうところで作られてるんですけど、天日塩で、まあ、塩田で作ってるんですよね。で、日本の輸入者さんがなんとわざわざこのお塩に惚れ込んだからっていうことで、ここに専用の塩田を作ってもらって自社用のお塩を生産してもらってます。で、塩田でできた完全天日塩、すごく美味しいお塩なんですけど、これをさらに石窯で引いて細かくして600度っていう高温で3日間もかけて焼成したのがこのカンホアの塩の石窯焼き塩タイプになりますね。すごい細かいというか大変な作業をしてるんですけど、こうやって高温で焼くことによって塩化マグネシウムっていう成分が酸化マグネシウムに変化をして、にがりをたっぷり含んでても苦くないお塩が出来上がるっていうことなんですね。で、焼くことによってサラサラにもなるし、あとこう焼くとね、塩の結晶の中に含まれてるにがりの液泡がこう熱せられることによって膨張をして、最終的にバーンって破裂をするので、すっごい細かくなるの。これがまたね、細かくてサラサラしてるから振り塩にもしやすいっていうことで、こうやって高温で焼成をしてるみたいです。日本だとこうなんていうんだろう、高温多湿だからお塩普通に置いとくと湿気ちゃったりするんですよね、空気中の水分を吸って。で、そうならないようにこうやって高温で焼成したりするっていうことは結構昔から古くからやってたんですけど、海外では実はこの焼き塩ってそんなに多くはないんですよ。特有の今回のベトナムのカンホア村とか、まあ、韓国みたいにちょっとこう特有の地域に特徴的なものなんですよね。で、なんでベトナムでじゃあこの高温焼成の焼き塩が作られたかっていうと、ベトナムの首都のフエっていうところが結構長雨がね続く地域なんですよ、すごく。で、まあ長雨が続くと結局日本と一緒で高温多湿になって、お塩を保存しとくと空気中の水分を吸って湿気ちゃうから困るじゃないですか、使いづらくなるし。ということで、まあ首都だから皇帝というかね、宮廷があるわけなんですけど、この宮廷料理において、この昔から高温で焼いた焼き塩っていうのが珍重されてきたんですよ。で、この宮廷で使われていた焼き塩を再現したのがこのカンホアの塩、石窯焼き塩になるっていうわけで、どんな味がするかっていうと、すっごいまろやかなので、なんでまろやかっていうと、さっきちょっと言ったんですけど、にがりを高温で焼くことによってこう塩化マグネシウムが酸化マグネシウムになるのね。そうすると苦味とか塩味っていうのをすごく感じづらくなるんですよ。だからこの塩を舐めた時にツーンとするしょっぱさとかも全然ないし、むしろあれ、なんかすごい甘い。しかも味に厚みがあって、イメージで言うとふくよかな、こう洋風の、ね、絵に出てくるような中世のふくよかな貴婦人みたいな感じの、ね、丸みを帯びた味わいになります。で、複雑味も同時にあるので、こういうちょっとお豆系の食べ物、お豆って雑味が結構含まれてるので、そういうのと相性がいいんですよね。で、納豆と合わせた場合、この複雑さがいい具合に役立って、納豆の持つ雑味、いい意味の雑味と、このカンホアの塩、石窯焼き塩が持ついい意味の雑味が同化をするんですよ。
で同化をした時に、あ、そうか、同化っていうより抑制かな。そう、雑味と雑味がぶつかって抑制をすることによって消えるんですね、味としては。そうすると雑味が消えた分、他の味わいにスポットライトが当たるんだけど、その時に納豆のどこにスポットライトが当たるかというと、旨味に当たるの。だからすっごいこのカンホアの塩の石窯焼き塩を使うと、あの納豆の旨味がね、めちゃめちゃ引き立つ。でもう一つ引き立つものがあって、それが香り。もうね、発酵食品食べてるなーっていう感じで、こう納豆の発酵臭が強くなるので、もう納豆、あの香りもひっくるめて大好きっていう方にはめちゃめちゃおすすめです。でちなみに価格は 100g で281円税抜きね、っていう、すっごい、え、そんなに安くていいのっていう、もうびっくりのお安さなんだけど、本当にね、こんな値段で売っちゃっていいのかしらと思うぐらい価値の高いお塩だと思います。で一個残念なのが入手のしやすさで、通常の時は輸入者さんがその自社でね、通販をされてたりとか、まあ、あのこだわりのお塩の通販サイトとかで売ってたりするんですけど、この近年ね、ちょっとベトナムの方が何でしょうね、天候不良っていうことで生産量がねすごく落ちているらしくって、ちょっとここのところを、まあ、品薄、欠品してたりとかします。なので見かけたら買いっていうのがおすすめで、気になる人もいると思うので説明をすると、ミネラルのね、含有量、まあ、どういう構成比でどのぐらいの成分が含まれているかというと、まず食塩相当量が 90.49g、 100g 中ね。だから自然塩、天然塩と呼ばれるお塩の中では比較的こう平均値の一番下のあたりかな、はい、の量になります。だからしょっぱさがまろやかっていうのもあるんだよね。でカリウムが 260mg、 カルシウムが 660mg、 でマグネシウムが 830mg 含まれてます。で普通マグネシウムがこのぐらい多いと、ちょっとね、塩化マグネシウムの苦味が出たりするんだけど、この塩に関しては高温で焼いていて酸化マグネシウムに変化をしているので、あんまり苦くない。でも程よい苦味って美味しさでもあるので、わざと塩化マグネシウムもちょっと残すのがコツっていう風に言ってました。で2つ目が石垣の塩、焼き塩。あ、これも焼き塩ね。そうやって思ってみると、別に意識して選んだわけじゃないんですけど、でこの石垣の塩の焼き塩っていうのは、まあ、沖縄県でも、まあ、ご存知の方も多いと思うんだけど、屈指のリゾート地である石垣島ね、石垣島で作られているお塩になります。で石垣島の名倉湾っていうラムサール条約で保護されている、すごくですね、自然が豊かな場所の海水を汲み上げてお塩の原料にしてるんだよね。でその海水を汲み上げてきてどうしてるかというと、逆浸透膜っていう膜を使って海水中から真水だけを抜きます。そうすると真水が抜かれた後残るのは、濃縮海水、濃縮された海水なんだよね。で一個誤解してる人がいるんですけど、この逆浸透膜を通したからといって別に水を抜くだけだからミネラルは何にも変化しないので、まあいろんなミネラルが入ってるお塩が多い方がいいよっていう人も安心して使ってもらえるお塩です。でまあこの逆浸透膜で濃縮した塩水を間接蒸気って言ってね、直にこう火でグツグツ煮るわけじゃなくて、高温の蒸気を当てて釜をじんわり温めて、そんなに高い温度じゃなくてじんわりと温めながら蒸発をさせていくっていう製法をして、まずお塩を収穫します。でその後焼き塩にして、石垣の塩、焼き塩が完成するっていうわけです。で石垣の塩自体、焼き塩にする前のね、石垣の塩自体もすごく粒が細かくて食材への馴染みがいいお塩ではあるんですけど、焼いたことによってより細かくなってより食材への馴染みがいいから、納豆にね混ぜてる時もめちゃめちゃすぐ溶けてこうさーっと目には見えなくなっていくんですよね。だから納豆の食感を邪魔しないっていうのも一つポイントかなと思います。で味わい、もうこれがね本当にこのチャンネルでやってる毎日スープ健康生活の中のかぼちゃと飴色玉ねぎの豆乳ポタージュのとこでもこの石垣の塩、焼き塩って登場してるんですけど、まあね本当に製塩界の甘みキングって私は勝手に心の中で思ってるぐらい、もう甘いお塩をどれにしようかなって考えたら一番最初にポッて思い浮かんでくるのが石垣の塩、焼き塩なぐらいはっきりとした甘さがあります。
とはいえ、まあ、お塩だから当然しょっぱみはある、しょっぱみはあるんだけど、しょっぱいと思うより先に、あれ？なんかこのお塩甘いっていう感想を持つ人が絶対多いと思います。そのぐらいこう上品だけどはっきりとした甘さがあるお塩で、これを納豆に使ってあげると何が起きるかというと、納豆も実は甘みっていうのが結構しっかりしてるんで、この納豆の甘みと石垣の塩の甘みが同化をすることによって、納豆の甘みがよりバーンと強調されるわけだから、もう何この納豆甘っていう風になるような楽しみ方ができます。で、お塩の価格は 95g の、ね、袋入りなんだけど、それで630円です、税抜きで。そうね、普通にこう売ってるお塩よりはちょっとお高めなんだけれども、あの焼き塩にすることによってすごく手間がかかっているので、その分ちょっとお値段プラスオンっていう感じかな。でもこれね、多分私きっと何回も言っちゃうと思うんだけど、お塩って1回のお料理でさ 10g とか 20g とか使わないわけですよ。一皿一人前で考えたら 1g 使うかどうかも怪しいぐらい。だから 95g 入りって言ったら95皿分って考えると、630円って決して高いとは私は思わないよね。その分すごく美味しくなるし。で、これのいいところは入手もしやすくって、まあ、一般的なスーパーでもちょっとお塩の棚があの大きめのところに行くとよく売ってたりするし、あとはメーカーさんが直接通販サイトもやってるし、まあ、沖縄物産の通販サイトだったりとか、まあ、あのお塩にこだわりのある通販サイトでもよく販売をされてるので、まあ、あのちょっと近隣のスーパー覗きに行ってもらって、なければこうポチってもらうのがいいかなと思います。で、ミネラルの含有量はすっごくあの食塩相当量が低くて、 100g 中食塩相当量 82g、 ね、甘みキングでしょ。しょっぱさの元だからね、食塩相当量って。低ければ低いほど甘いので、 82g っていうことは自然塩とか天然塩の平均値を結構下回っている、かなり下回っている数値で、すごく甘みが強いです。で、カリウムが 210mg、マグネシウムが 420mg、そして特筆すべきがカルシウムが 1370mg っていうね、すごい突出した量入ってて、これがお塩全体の味わいをちょっとこうまろやかにしてくれる要因にもなってます。ちなみに石垣の塩、焼き塩を作ってる製塩所さんはすごくね、釜炊きのお塩も作ってるし、天日タイプのお塩も作ってるし、こうやって焼き塩も作ってるし、ですごいね、商品開発が活発なんですよ。で、あの施設見学もできるところなので、石垣島に行った際にはぜひ訪問してみてください。で、最後3個目が秋田県の黒い塩っていうお塩。見た目が真っ黒ですごい、え、これ塩ってよく言われるんですけど、これが秋田県の男鹿半島っていうところにある、まあ、半島ですよね、そこにあるね、男鹿工房っていうところで作っていて、で、一応ジャンルとしては海水塩ではなくて調味塩、まあ、シーズニングっていうジャンルに入ります。一応ね、法律のルールでお塩以外の成分が入ってる場合はこう海水塩じゃなくて調味塩っていうジャンルになるのね。で、これの何が、あれかというと、調味塩ってジャンルに入れられた瞬間に賞味期限をつけなきゃいけないんですよ。で、でも炭も塩も賞味期限なんかないでしょ。だから一応便宜上ついてるんだけど、全然期限気にしなくて大丈夫だと思います。実際に私なんだろう、4年ぐらい前とか5年ぐらい前の賞味期限バチバチに切れた黒石を使ってますけれども、全然気にならないです。なぜなら塩も炭も物質の変化が極限に少ないものだからね、はい、一応ジャンルとしてはただ調味塩っていうジャンルになってます。で、この真っ黒なお塩どうやって作るかというと、まあ、男鹿半島のところで海水を汲んできて、で、独自に開発をしたね、ちょっとこう段になってる多段式の平釜っていうオープンタイプの釜で、ひたすら薪でそれを温めて海水を煮詰めていって結晶化をします。まずで、そこで普通に塩として出来上がってる男鹿半島の塩っていうのがあるんだけど、これを国産の青竹の中にギューって詰めて炭焼き釜にドーンと入れて高温で調整するんですよ。で、この高温で調整することによってお塩の融点を1回超えるから、1回固まってるお塩、結晶したお塩が溶けてちょっと液状になるんですね。で、その後温度が下がるとともにもう1回再結晶するときに
周りの青竹がこう炭になったものも取り込みながら一緒に結晶化するので真っ黒い塩が出来上がるっていうわけで、これはね私もあの秘伝の技らしくて実際には見せてもらったことはないんですけれども、あの国産でこういう炭焼き塩を作ってるところって何箇所かあるんですよ。でもここまでツヤツヤでなんか何だろうブラックパールなのみたいな、このね美しいツヤ感があるのは本当にこの黒い塩だけ、すごい珍しいんですよね。だからなんかね焼き方にすごいコツがあるそうなんですけれども、まあ、あの事業継承で2代目の方が引き継ぐ時もなかなかもう最後までこの焼き方は教えてもらえなかったっていうぐらい秘伝の技だそうです。気になるよね。でそうやって焼き上げたこの黒い塩がどういう形をしているかというと、まあ、さっきねあの焼くと細かくなるって言ったんですけど、まあ、これは細かいものとちょっとだけカリッとするぐらいの少し粒感のあるタイプが言い混じったタイプになります。でガリッとするのは納豆正直合わないんだけど、このねちょっとだけ大きいカリッとするのはすごくいけるのと、あとこの黒い塩の結晶がそんなに硬くないのでカリッて噛んだらスワーって砕けて溶けていくので納豆に合わせても美味しいです。で肝心な味わい、もうねさっき石垣の塩焼き塩は甘みキングだって言ったんだけど、まあ、それはなんて言うんだろう、純粋なね塩のジャンルの中で甘みキングで、この調味塩っていうジャンルの中ではこの黒い塩が本当にねはっきり甘い、もう全然お塩なのこれっていうぐらいしょっぱさを感じないんですよ。でしかも一個すごい特徴的なのが、溶けるときにほのかに硫黄の香りがするの。これはね高温であの長時間焼成されたお塩に時々出る特徴なんですけど、まあ、化学変化をしてというか硫黄が前面に出るんですよね高温で焼成すると。だから黒い塩を、まあ、納豆にかけて混ぜてるときには少しふわっとあの温泉卵のね香りみたいなのがすると思います。で硫黄の香りってすごく甘みを感じるので、それも合わさってこの黒い塩はめちゃめちゃ甘いお塩になります。でこれを納豆にかけると何が起きるかというと、硫黄の甘い香りと納豆の中のなんだろうあの独特の香りの中に多分甘い香りがあるんだと思うんですけど、あれが同化をして甘さが引き立つんですよ。硫黄の香り納豆の香りこの中に両方ある甘みがドーンと同化をして甘い香りが引き立ちます。おーっていう。でしかも味がめちゃめちゃ濃厚になるの。なんかねちょっとドライにした納豆を食べてるみたいな感じ。でもう一つ特徴的なのが、あの黒い塩の硫黄の香りによって納豆のあの独特の香りがね打ち消されるんですよ結構。なので私みたいにもう納豆の香りも大好きだぜっていう人じゃない人もいるじゃない。なんか味は好きなんだけどちょっとあの発酵臭とか匂いのきつい納豆は苦手だわっていう方は、この黒い塩で食べると納豆の甘みは引き立ちつつ、でもこの納豆独特のあの香りっていうのは少し緩和をされるので食べやすくなるんじゃないかなと思います。でちなみに価格は 40g で500円。まあちょっとねグラムあたりで考えるとちょいお高めなんですけれども、でもねさっきも言ったみたいにちょっとずつしか使わないし、まあ、40g って言ったら40皿分だからもう全然コスパとしては私はいい方だと思います。そのぐらいね作るのに手間がかかってるってことですしね。で入手のしやすさは、まあ、あんまり店頭では正直見かけないんですよやっぱり。ただメーカーさんが自社で通販もやってらっしゃるし、まあ、インターネットでね簡単に買うことができるので興味ある方はぜひポチってみてください。でミネラルの含有量はあんまり細かい分析は発表されてないんですけど、食塩相当量は 100g 中 97.5g っていうふうに、メーカーさんの発表ではなってます。でねお塩の面白いところで、ミネラルの含有量が高いとしょっぱいっていう説明をよくするんですけど、やっぱりあれって1個の目安なんだなと思う。黒い塩なんか本当にはっきり甘いのに、ミネラルの、ね、食塩相当量の高さでいうと 97.5g だから結構高いじゃない。この辺のこの数値と実際の味わいのズレっていうのもお塩がね底なし沼な楽しさを持ってるところだなと思います。かける塩を変えるだけでさらに美味しくなるし、途中でかける塩を変えると味変にもなるので、ぜひ塩納豆を試してみてね。
今日ご紹介した3つのお塩を含む6種類のお塩が試せる納豆が好きなら塩で食えセットを視聴者の方だけに50セット限定でご用意してみました。私の通販サイトもしくはメルカリショップで購入できますので、今日ね話を聞いてこりゃ塩納豆をおすすめの塩で試してみたいぜという方、ぜひですね新しい体験とか発見があると思うので概要欄にリンク貼っておくのでそこをクリックして覗いてみてください。一緒に塩納豆の美味しさ楽しんでいきましょう。このチャンネルでは他にもおにぎりをめちゃめちゃ美味しくしてくれる塩の選び方や鶏肉を焼くときにおすすめの塩の選び方なんていう動画もどんどん上げていきますので、マニアックに解説をしていくのでぜひ今後も楽しみにしてご覧ください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは約20年塩を研究してきた塩の専門家として、まあ誤解されていることだったり意外と知らない塩の雑学、あとは料理をさらに美味しくする塩の選び方や使い方などをお伝えしています。お塩でさらに美味しくなるスープの動画もありますし、あと製塩所訪問の探訪記なども今後アップしていきます。ちなみにショート動画は毎日投稿中です。塩って面白いなって思ってくれた方はチャンネル登録と高評価で応援してもらえると励みになります。塩対応しないでね。